お疲れ、真島ちゃん。そうよ、はあ、ちょっとの間蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな、心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ、檻なんだよ檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよなあなあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに来とくや。だよな、よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん、掃除のおばちゃんがよ。悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな、どこ行きはんの。あそこだ、弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しけりゃそういうことになるな。待っとれよ、誠。もしも俺を信用できないんなら、その銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり、佐川を。この
泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ、真面目ちゃん。俺に打たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら、喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな、真島ちゃん。あ？蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ、神室町。ええんか。だってよ、神室町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうなれよ、地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ、俺とお前でな。